はい、こんにちは、116インズです。今回はある選手のカムバックについて話したいと思います。ちょうど今から10年前、松坂大輔選手や岡島秀樹選手が所属していたボストンレッドソックスのセットアッパーを務めていたダニエル・バードという投手がいるんですけれども、そのバードがですね、今ロッキーズとマイナー契約を結んでメジャーへのカムバックに挑戦しているんですね。で、先日発表されたロッキーズの62枠にも入ることができたバードなんですけれども、紅白戦ではロッキーズの主力打者であるダニエル・マーフィー、トレバー・ストーリー、そしてライアン・マクワンを見事に抑えまして、首脳陣へのアピールに成功したとともに、首脳陣もですね、どうもバードの投球非常に高く評価しているみたいなんですね。スポーツメディア G アスレチックでロッキーズを担当しているニック・グローク記者によれば、こちらに載せたツイートの通りではありますけれども、バードが着実に開幕メジャー入りに前進していると書いてありますし、もしこのままバードが開幕メジャー入りとなれば、バード最後に MLB で登板したのは2013年のことですから、実に7年ぶりと、もうこれはですね、奇跡のカムバックと言ってもいいぐらいのとてつもないことを成し遂げるんですね。今回はそんなバードの栄光と挫折、そしてカムバックへの挑戦について話していきたいなと思います。はい、まずはバードのキャリアについて簡単に振り返りたいなと思います。2006年全体28位指名でレッドソックスに入団したバードは、2009年に MLB デビューを果たしまして、そこから3年間ほどですね、レッドソックスのブルペンを支えてきました。特にですね、2010年、それから2011年は守護神ジョナサン・パペルボンにつなぐセットアッパーとして非常に活躍しまして、2010年は防御率 1.93、 続く2011年も防御率 3.33 と、当時年齢としては25歳26歳という時代でしたけれども、もはやですね、レッドソックスのブルペンに欠かせない存在となっていましたね。ただ2012年に先発投手へと転向したところ、そこから明らかに投球がおかしくなってしまいまして、またイップスも発症してしまった結果、ストライクを投げられなくなってしまって、結局2013年以降はメジャーでの登板はなく、各チームのマイナーを転々としながらずっとプレーはしていたんですけれども、ただ結局かつての姿を取り戻すことはなく、2017年のオフに引退してしまいました。で、引退後は昨年までアリゾナダイヤモンドバックスのメンタルコーチを務めていたんですけれども、今年に入ってメンタルコーチを辞任しまして、ロッキーズとマイナー契約を結んでいます。バードについては何と言っても印象に残っているのは、2010年そして11年のセットアッパー時代ですね。先ほども言いましたけれども、守護神パペルボーにつなぐ役割として非常に活躍していまして、最速102マイルの剛速球で、力でですね、バッターをねじ伏せる姿が非常に印象的でしたね。で、当時のバードのパフォーマンスを見ていれば、間違いなくですね、2011年のオフでパペルボーが FA になることは決まっていましたので、このバードが守護神を務めるだろうと誰もが思っていたんですけれども、ただ2011年の後半戦、9月ですね、9月にバード一気に調子を落としてしまって、で、翌年は先発転向ということになってしまったので、そこからですね、やっぱり歯車が狂ってしまったなという感じはしますね。先発転向自体はバードが希望してのことだったみたいなんですけれども、ただ明らかにスプリングトレーニングからストライクが入らない状態が続いていましたし、また速球とスライダー以外にもう一球種頼れる変化球を作れなかったという点でも、先発転向がうまくいかなかった理由なのかなと思いますね。そしてこのストライクが入らない状態というのはイップスだということが後に判明します。先発転向した2012年からバード制球力を失ってしまって、で、それがですね、ずっと続いてしまったんですね。2013年にレッドソックスを退団して、各チームのマイナーを転々とする状態が続いたんですけれども、2014年レンジャースのマイナーでは4試合の登板でわずか2アウトしか取れず13失点、9つのフォアボール、そして7つのデッドボールと大乱調に終わりまして、明らかにですね、バード自身自分の投げているボールをコントロールできない状態にあったんですね。この年の防御率は 175.50、 そして9イニングあたりの予死球率は 121.5 と、おおよそですね、プロの世界では見られないような成績を並べてしまったんですね。で、このバードのイップスなんですけれども、実は11年の9月から兆候があったみたいで、この月バード11イニング投げて9死球とかなりボールが荒れていたんですね。ただ2011年の9月といえば、レッドソックス歴史的な失速をしていまして、で、結局シーズン最終戦でプレーオフ進出を逃すという悲劇的な結末を迎えていまして、バード以外にも調子の悪い選手が多かったせいか、バードの異変がそれほど目立つことはなかったんですね。ただどうもこの頃からバードは胸郭出口症候群を発症していたようでして、症状が軽かったせいか本人は自覚はしていなかったんですけれども、ただ後の分析で明らかに当時のバードの速球の回転量が減少していたこと、そしてリリースポイントが変わっていたことが分かっています。ただこのフィジカル面の異変は2014年に入ってから
胸郭出口症候群の手術を受けるまで改善されることはなく、この間バードは自身の投球内容の悪化に非常に悩まされたようですね。どこが悪くなったのか自身で研究してみたり、投球フォームを変えてみたりと様々な試行錯誤を繰り返したんですけれども、どれもうまくいかず彼のメンタルをも蝕むようになってしまったんですね。これがもしかしたら彼のイップスをさらに深みにはまらせる要因になってしまったのかもしれないですね。イップスでキャリアが狂ってしまったピッチャーというのは数多くいますけれども、このバードについてもイップスに対する解決策は見つけることができず、2017年のオフにバードは引退を決断しました。そして2018年よりダイヤモンドバックスのメンタルコーチに就任したバードは、イップスで苦しんだ自分の経験をもとにピッチャーたちにメンタル面でのアドバイスを行う立場となりました。2018年はマイナーリーグに帯同して、2019年からメジャーのチームに帯同するようになりまして、メンタルコーチとしての役割以外にも試合前の球拾いですとかキャッチボールなどにも付き合うようになったみたいなんですね。でそこで投手陣とキャッチボールするうちに、ダイヤモンドバックスの投手陣の中でバードが投げる球が非常に良いと評判になりまして、バード自身もその評判は自覚はしていたんですけれども、ただキャッチボールで投げることとマウンドで投げることは全く違うとバードは理解していましたので、その時はあまり現役復帰というところは全く考えてなかったみたいですね。ただダイヤモンドバックス投手陣に勧められてマウンドから投げたところ、バード自身も明らかに自分の状態が良くなっていることを自覚したんですね。そしてブルペンセッションを繰り返すうちに、バードの頭の中には現役復帰という選択肢が浮かび上がり始めました。ダイヤモンドバックスでのコーチ職であれば収入面での安定性、そして家族の時間も確保できますので、復帰までの決断は決して簡単なものではなかったみたいなんですけれども、ただ最終的にはこの状態でもう一度マウンドに立ちたいという気持ちが勝って、バードは現役復帰を決意、そして1月にダイヤモンドバックスのコーチ職を辞任しました。2月に入ってスカウト陣にアピールするためのトライアウトを設定して、この時バードの頭の中ではもしかしたらイップスが蘇るかもという気持ちがどうもあったみたいなんですけれども、ピッチャーたちにメンタル面でのアドバイスをしていたことが自分自身の投球にも行きまして、トライアウトでスカウト陣へのアピールに成功したバードはロッキーズとの契約にこぎつけることができました。ロッキーズ加入後スプリングトレーニングではあまり結果が残せず、あのまま開幕していれば開幕メジャー入りはかなり厳しかったと思うんですが、ただ今回こういった形で開幕が延期になって、で紅白戦で首脳陣に対してアピールできているというのはバードにとっても追い風になっていますね。もちろんバードの MLB 復帰に向けてまだまだ壁はありまして、まず40人枠への追加が必要なんですね。現状マイナー契約でロッキーズに在籍しているバードですが、実際のメジャーの試合に出場するとなれば40人枠への登録は必須となりますので、誰かを外してまでバードを入れる必要があると、それだけですね強烈なアピールが必要になってきますので、開幕までの残り1週間強でどれだけアピールできるかは重要なポイントになってくるかなと思いますね。ただバードにとって幸いなのは、現状のロッキーズのブルペンであればチャンスが巡ってくる可能性非常に高いというところですね。昨年のロッキーズのブルペンは主力投手を含めてかなりパフォーマンスが低調でしたので、選手が入れ替わる可能性というのは他の球団よりももしかしたら多いのかなと思いますね。さらに今年は過密日程で例年以上に選手の流動性は高まると思いますので、バードがカムバックを果たすのならば本当に今年しかないのかなと思います。これまでも選手が困難を乗り越えてカムバックする姿というのはたびたび MLB でも取り上げられてきていますけれども、7年間もの間メジャーでプレーできなかった選手がカムバックするケースはそうそうないと思いますので、本当にもしカムバックが成功すれば歴代屈指のカムバックになると思いますので、本当にですねバードには頑張ってほしいと思いますし、今年1年だけに限らず来年以降に向けてまた再び MLB での立ち位置を確保してほしいなと願っています。来週からいよいよ MLB が開幕しますけれども、このバードのカムバックストーリー、最後はどんな結末を迎えるのか、皆さんも注目してみてはいかがでしょうか。個人的にはレッドソックス時代のようにパワーでバッターをねじ伏せるバードの姿を再び見たいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。